朝一だけはね、あのお客さん当てにしてくれてるんで、できるだけね、売り切れにしたいですよね。並んで並んで、ここはやっと一つ買ったの、この位置だって、こっからあそこまで並んでたもん、千成屋のとこ小さいのが3つ、630円でございます。あの東京だけど全然東京っぽくない部分が感じられて、そういうなんか本当にご近所付き合いがちゃんとある。いやどうもね。隅田に引っ越してきて、まあ、自分がお店をやってるっていうのもすごく大きいと思うんですけど、人と会う機会ももちろん多いし、なんかみんなも そういうものを結構求めているんだなと、 僕だけじゃなくて。地元の人がこう、うちの近くにこんなお店があってさみたいな、こう誇りになるようなお店にしたいなっていうところでね、墨田区でやるんであれば、やっぱその産業のものを使った方が、僕だけじゃなくてね、あの地域の人の紹介にもなりますし。今お風呂屋さんってすごく廃業もそんな多いんですよ、うん、いや子供がねこういったのでね、今日のお風呂良かったとかね、そういうのを貼っていくんだよ。父ちゃんが子供たちで上がってジュースなんか飲んでるあの姿っていいよね、うん、みんなのあの喜ぶ顔を見たらね、やっぱりね、うん、やっぱりやっていきたいもんね。私も結婚してここへ来た時にね、あ、ここは裸で付き合えると思ったの。だからやっぱりここ来るとね、すごく情があるように感じるんですって、みんなこの町はね。だから50年も60年もいられるわけですよね、うん、子供をね好きだから来てくれるとね、やっぱり嬉しいじゃないですか。私たち大人から見たらね、どの子も同じ宝よ、うん、私はそう思ってます。それしかないです、うん。